スローンスクエア。スローンスクエアは、イギリスのロンドン特別、区ケンジントンチェルシー王立区にある公園である。この公園から、北方向へ伸びる道路は、スローンストリートと呼ばれ、この周辺エリアは総称として、スローンスクエアと呼ばれることもある。小規模なエリアだが、世界的なファッションブランドの店舗や完成なアパートメントなどが立ち並び、高級感のある街並みとなっている。 イギリスのファッションや流行で使用されるスローオンレンジャーといった造語の由来にもなった。本項目ではスローオンスクエアだけでなくスローオンストリートの地理やスローオンレンジャーといった造語の由来などについても述べる。スローオンスクエアとスローオンストリートはイギリスのロンドン特別クケンジントンチェルシー王立区にある公園と道路である。 シティオブウェストメンスターのチャリングクロスから約2 8トル南西方向の位置にあり、著名なキングスロードの東側、ほぼ東端に位置している。また、公園から直線距離で約8 5 0ル南方向には、テムズ川が流れている。公園の位置は2つの高級住宅街、チェルシーとベルグラビアの境界付近にあり、 エルメスやグッチといった世界的なファッションブランドの店舗やスローンガーデンと呼ばれる完成アパートメントが立ち並んでいる。1980年代にはダイアナ・スペンサー、ダイアナ・モトヒが2000年代にはケイト・ミドルトン、ケンブリッジ公爵夫人、キャサリン・ヒが好んだエリアとても知られている。スローン・スクエアは東西方向に約100メートル及び南北方向に 約30メートルという長方形の敷地の公園で、敷地の中には十字架やビーナス像の噴水などのモニュメントが設置されている。この周辺のスローンという名称は、大英博物館やロンドン自然史博物館などの石を築いた収集家でミルク入りホットチョコレートの考案者でもある著名な石、ハンススローンに由来している。この公園の形状や、スローンストリート、 公述が通る位置などもハンスタウンの名残である。ハンスタウンとは1771年に地元の不動産業者チャールズ・カディガン2世が1953年に制作した作品である。公園の敷地と周囲を区切るような柵や壁は特に設置されておらず、周囲はすべて歩道や道路に接したオープンスペースとなっている。大きな道路としては 北方向へ伸びるスローンストリート、後述、北東から南西へ斜めに横切るキングスロード、キングスロード、道路番号 A3217、南方向へ伸びるローアースローンストリート、ローアースローンストリート、道路番号 A3216 などと接している。公園の傍らの大きなランドマークとしては、東側にロイヤルコートシアターが立つ。また、南西側には、 現代美術の美術館、サーチギャラリーがある。スローンストリート、スローンストリート、道路番号 A3216 は、公園から北側へ向かって伸びる、約 1km ほどの直線道路である。北端ナイズブリッジ、および、ベルグレービアが接する界隈は、大通りのブロンプトンロード、道路番号 A4 に接する。 北端ナイツブリッジ界隈のランドマークとしては、東側に高級百貨店として、著名なハーベーニコルズ、ハービーニコルズ、ブロンプトンロードを西側へ、約300メートルほど行ったに同じく高級百貨店のハロッツがある。ブロンプトンロードのさらに北側には広大な王立公園のハイドパークや、ケンジントンガーデンズが広がる。公園側、南端とブロンプトンロード側、 北端のほぼ中間付近に東西に伸びるポントストリート道路番号 B319 と直角に交わる交差点がある。この交差点から南西側にはカドゥガンスクエアと呼ばれるアパートメントの完静な街並みが広がる。カドゥガンとは地元で代々続いた不動産業者のチャールズ・カドゥガン一族に由来する。スローンストリートにはブティックや ヘアサロンなどが軒を連ねており、高級感のある通りとなっている。特に、ポントストリートと交わる交差点あたりから、北端のナイツブリッジ合イは、ブロンプトンロードにかけて、ルイビトン、プラダ、ジョルジオ・アルマーニ、イブ・サン・ローラン、ボッテガ・ベネタ、グッチ、フェンディ、ドルチェ・ガッバーナ、ブルガリ、エルメス、シャネル、クリスチャン・ディ・オール、フェラガモ、ロジェ・ビビエ、モンクレール、トム・フォード、ジェイ・クルー、 ロベルト・カバリ、ティファニー、カルティエといった世界的なファッションブランドの店舗が多く立ち並んでおり、グッチのようにスローンストリートの店舗のみで入手可能なデザインを用意するファッションブランドも多い。ミニの女王で知られるマリー・クワンともスローンスクエア・ナイシングス・ロード周辺の店舗が発祥2号店もナイツブリッジだった。なお、道路番号はて同じ a と、 なるが、スローンスクエアから南側へ向かって伸びる道路は、ロワーアスローンストリートと呼ばれ、この道路沿いには、スローンガーデンと呼ばれる、アパートメントの完成な街並みが広がる。ロワーアスローンストリートをさらに南側へ下ると、テムズ川を渡る、チェルーブリッジロードへと至る。スローンレンジャー、またはグループであることを指して、スローンズと呼ばれることもある。スローンスクエアは、 著名人の多く住む高級住宅街のチェルシーやベルグラビアと西部劇のタイトルローンレンジャーを掛け合わせた造語として1980年頃から自然発生的に使用されるようになった。当初はスローンスクエア近辺にあった店の服を好む若い女性たちのグループを指したが現在は同様の若い男性も指すようになり年齢層も拡大している。なお本来のローンレンジャーは 孤独な放浪者や荒くれ者というあまりいい意味の言葉ではなく、スローオンレンジャーもニュアンスによっては皮肉、友達のいない気取り屋などになってしまう場合がある。1982年にイギリス人のサッカーアンバールとピーター・ヨークによる共同執筆でファッション雑誌、ハーパスクイーン、ハーパースクイーン、アメリカのハーパースバザーのイギリス版に記事として取り上げられ、 これを再編した本、書きが1983年にイギリスとアメリカの出版社から相次いで発売されて広く知られるようになった。どちらの本も表紙のデザインは異なるが、スローオンレンジャーの代表格としてダイアナ・スペンサー、ダイアナ・モトヒの写真がレイアウトされている。なお、これらの本は世界的なダイアナ・フィーバーも手伝って1986年に日本でも スローンレンジャーハンドブック、ダイアナ妃のライフスタイル、教科書とのタイトルで発売されている。ただし、この当時の日本では、ダイアナ自身に強い関心は集まってはいたものの、イギリスのファッションや、流行語としてのスローンレンジャーという言葉にはほとんど、関心がされなかったようである。スローンレンジャーとして、日本でも知られる著名な人物の例としては、前日のダイアナ元妃や、 女優のシエナ・ミラーなどが挙げられる。また、イタリア人であるが、女優のモニカ・ベルッチが、フランス人の夫のバンサン・カッセルと共に、スローオン・スクエア界隈にある、約300万ポンド、当時約4億円の邸宅に住んでいたた、イギリスの大衆紙などから、スローオン・レンジャーと呼ばれたことがある。スローニー、または、スローオン・ファッションとは、スローオン・レンジャー。 前述の若者たちが好むファッションスタイルを指す造語である。この造語が使用されるようになった時期は特定されていないが1980年代のスローンレンジャーの由来とほぼ同時か、その直後頃から自然発生的に使用されるようになったと思われる。気品のあるトラディショナルな傾向に分類され、リッチなテイストを加えたコンサバティブなファッションスタイルとされる。 2011年にウィリアム王子と結婚したケイト・ミドルトン、ケンブリッジ公爵夫人、キャサリン妃が恋人時代に好んだことから、2000年代後半頃から日本のマスメディアでも話題として取り上げられるようになり、それと同時にファッション雑誌を中心にこの造語が紹介されるようになった。なお、ファッションモデルのケイト・モスは現代的なスローニースタイルの代表として知られている。 2005年頃にスローンスクエアや周辺道路の改善案が提出され、2007年に現地住民による反対多数で却下されたものの、ごく一部であるが、環境整備が進められている。なお、賛成派、改善派と反対派、保存派で論争になった際、賛成派のキャンペーンをミュージシャンのブライアン・フェリーや俳優のルパート・エベレットがサポートしている。 スローオンスクエアの東南側にあるロンドン地下鉄サークル線、ディストリクト線のスローオンスクエア駅が最寄り駅となる。この駅にはホームや線路の上をまたぐように橋梁がかけてあり、その橋梁内に設置された鋼鉄製パイプの中をウェストボーン側が流れている。なお、スローオンストリートの北端であれば、大通りのブロンプトンロードに面したロンドン地下鉄。 ピカデリー線のナイツブリッジ駅が最寄り駅となる。いずれも駅前や近隣にはロンドンバスの停留所がある。突起のないものは英語を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。